の28日、はい、日曜日。日曜日。ね、今実は裏で。裏裏ここが裏。表でフィリエーション2022盛り上がってますね。めっちゃ飲んでるし、めちゃくちゃ潰れてるし、ね、はい、楽しんでやっておりますけれども、はい、例えばね、講習会終わって、うん、はい、解説の方も今の実況とかないと、はい、いつこう取れるかわからないという状況ですので、ちょっと表で盛り上がって、ここからですね、胸になりまして、はい、解説していきたいなと思います。はい、でもまあ、ね、見てくれた人もわかると思うんですけど、若いじゃないかな、はい、ゲストです。ゲストがいます。スペシャルゲストですね。はい、一瞬目みたいな、はい、無料ですね。無料行って無料に、はい、続けてきました。続けてきました今。はい、それでは登場していただきましょう。 SWEG まなみちゃん、はい、イエーイ、はい、ありがとうございます。はい、ということで、まなみちゃん、よろしいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあもう早速ね、うん、終わったばっかりの講習会の楽曲の方をご紹介いただきたいと思います。よろしいですか。はい、アユミックスセブンプレゼンツ、アユロミックス4のディスクワン、5曲目のサンライズ、ラブイズオール、浜崎あゆみさんです。はい、この曲はあれですね、今、はい、そもそもまなみちゃんが関東にいないじゃないですか。うんうん、ね、あの関西の方にお住まいで、うん、なんですけど、今日のために、うん、SNF とスターワイドで何か一つのものができないかというところでオファーをさせていただいて、快くやりましょうと言っていただきましたので、まあ、その距離はあるんですけど、来ていただいて、一緒に作って、さらに今日も来ていただいてというところで、なかなか時間とコストをかけて来てくださってで、いろいろな、準備があってこの日を迎えられたというところでございます。ぜひね、今日の曲も覚えていただいて、全部盛り上げていただければなと思っています。はい、では解説も決めたいと思いますので、はい、この後もどうぞお楽しみください。次いただきましょう。はい、今日はスペシャルゲストでしっかりずっとやってもらいます。楽しんでもらえればと思います。はい、じゃあカウントでいってみましょう。はい、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8。まだ、うん、みんなでね、手を取るっていうことね。で、ここに回って大きく振って、で、下で返して、下で返して、手のひら前にして、そう、かわいい。ライブ会場からね、みんなでやろうぜ。ライブ会場のお客さんみたいですもんね。なんか、あ、そんなもんね、ああいうのもやってそうですもんね。ちょっと、まあ、みんなやりますよ。みんなやります。はい、そんな、そんな難しくないです。はい、はい、ね、かわいいことっていただければいいかなと思います。はい、以上、イントロでした。はい、それでは来ました。えい、ということで、はい、早速やってみましょうか。はい、はい、はい、じゃあカウントでお願いします。せーの、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5、2回。ここは2回ですね。はい、はい、簡単ですよ。簡単です。はい、そう、これからね、ここ腰に手を当てて、トンと、これなんかね、腰をこう振るわけですね。なんか動かせないわけですね。ちょっとこういう感じなんか、全盛期みんなも慣れるわ。いい、マジ全盛期って感じ。なんかアユがライブとか、なんか僕のイメージですけど、アユなんかすごくこうやってるイメージめちゃくちゃあるんですよ。やってると思う。それしかアユのイメージなくて、うん、若い人は若い人、うん、なんで、なんか腰をこうやって振るんじゃなくて、ちょっとなんか全身をさ、なんか難しくて、かわいらしく、バリバリ勢いがある時ですよね。うん、そうですか。こういう感じの、はい、はい、さん、
もうここがもうここさえですね。ここが全部踊れなくても、ここだけやっぱフロアに走ってきて、よしみたいな感じで飲むと、みたいな感じでもいいかな。はい。というわけで、えい。それでは B B ネーション B ということで、はい。お疲れ様でした。はい。はい。これは B メロ32アップ。はい。サービスに向かって。2層感を上がっていきます。はい、そんな感じでお願いします。はい、じゃあ感じていきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8と、だんだん上がってきましたね。置いて、3箇所置いて、流して、トランプっぽい、女子の話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 、これ何何チョリスみたいな感じで、それで、で、反対側も置いて、3回置いて、流して、反対側も、なんかチスみたいな、絶対言ってくれないよね。で、それが、はい、ナミナミナミで、ナミナミナミで、パンチ、パンチ、ミラー見て、パンチ、ほら、すっごい上がってきた、はい、っていうわけでこんな感じですよね。なんかこんな感じます。サビに使って、うん、思いっきり、うん、盛り上がってきた感じでこうやって歌ってる。最初になんか同じこと言った気がするけど、ね、ね、だいぶ合ってる、ね、言い返しました。はい、大事なことなんで2回言いました。というわけで、うん、いい音でした。はい、それではサビでございます。サビだー、ね、これ長いですね。そう、64ありますんで、はい、頑張って振りたいと思います。はい、はい、じゃあ再カウントでいきましょう。はい、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、サビというその64あって、もうもうサビみたいなある。もうサビ、もうサビがある。あー、これ難しい、難しい、長い、長し、長し、うん、ポイントは、はい、ポイントですね、もう全部盛り上がるような。あ、そうだね、そうだね、そうだね。歌詞に合わせて、あとこの世界さんのもっと大きな声でこう声出して、声出していこうって、声出してこうぜって、はい、オーラーのレスポンスをやるな、声出してみたいなのを表現して、みんなでこう、盛り上がって、はいはいはい、うん、なんかありますか、楽しく踊ってくれればいいですけど、そういう夏の、そういう振りがいっぱい詰まってますよね、このサビに。そうね、うん、まあ、誰も言わないから言ってるんですけど、ちょっとは伝わるかなっていうところも、ちょっとは伝わるなんかなっていうね。最初これなんかその歌詞に合わせてますし、そもそもこのここまでの振り全体としてこの思いがちょっとでも伝わってるかなという僕らからのメッセージでもあるということを今考えています。はいはい、そんな感じで楽しくね、盛り上がってね、踊ってもらえると、はい、はい、ここまでですね、ということなん で、はい、でこれ終わると思ってまた次があるので、うん、続きは次の回です。ご覧いただければなと思います。うん、OK、 以上サビでした。はい、それは C、 はい、C メロ32、うん、もう本当トータルで言うとこれいろいろ長いしポイント多いし、しかも C があるし、はい、なのでね、なかなか覚えがいのある、ね、作りになっていると思います。はい、C は32、はい、覚えていただければなと思います。では、感想で聞いてみたいと思います。
ます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8と。で、これは、誰か言ってましたっけ？アリーナだよね。そうそう、それを俺も知って言ってるイメージだ。現場だからね、そう踊りながら、あ、いいなーって多分言ってると思うんだよね。ぜひ、SDM の遊びに行って、本当にいるかなっていうのを、こちらの人は聞いてみてください。今度じゃあ、見てみます。はい、しっかり。はい、さあ、というわけでですね、以上、Cメロでした。はい。はい、前日一連の流れ終わりましたね。どうですか、皆さん、覚えられましたか？覚えられない人は何回も何回もこう繰り返し繰り返し頭に戻って、はい、チェックしてみていただけたらなと思っております。はい、さあ、というわけでですね、改めて、今日1月28日ビューネーション2022でお届けさせていただいた、ご紹介の楽曲紹介いただいてもよろしいですか？はい、アユミックス7プレゼンツアユロミックス4のディスク1のトラック5に収録されているサンライズラブイズオール川崎あゆみさんでした。はい、素晴らしいです。もうこの、ね、長いタイトル収録覚えられてる、素晴らしいと思います。うん、はい、なんかどうですか、最後に、全体通して何かコメント等あればいただきたいんですけど、よろしいですかね。はい、スターファイア、Bネーション、ご来場いただき、YouTube 見ていただいて皆さんありがとうございます。そしてスターファイアの皆様、キレスの2人ありがとうございました。すごい楽しい現場で、もうめちゃくちゃ盛り上がってました。皆さんもこの講習会議で覚えてたくさん踊ってほしいです。お願いします。もちろんですね、SDF デラックスでも、はい、これからたくさんかかりますので、はいはい、ぜひ遊びに来てください、はい、踊ってください。ぜひぜひ遊びに来ていただければ、またね、SDF も遊びに行ってスタートもらって、うん、久々のこうやって他の、ね、イベントとコラボをさせてもらったんですけど、大変楽しかったです。はい、で、まあ、これからもね、こういう機会があればどんどんやっていきたいなと思いますので、うん、またやりましょう。そうですね、楽しかったです。なんか僕らが出たやって楽しかったっていうのももちろん一つあるんですけど、お客さんこれを見て、まあ、今日講習会やってても、うん、すごいいいってこういうのがあってたっていう声もね、ちらほら聞いたりしてるので、はい、なんだろうな、今日終わっていろんな情報が伝わったりとか、これを見たりとかして、そういったね、意見も来るかなと思いますので、僕らは発信じゃなくて、お客さんからもこういうやってほしいっていうリクエストがあれば、どんどんね、SNS さんに遊びに行って言っていただくのもよし、スターファイアに遊びに来て言っていただくのもよし、ね、SNS で書くのもよし、なんかいろんな形で、一つのものを作るということを広められたらいいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ということで楽しみました。はい、で、ここまでがね、いつものやつですけど、最後に、スターウェイヤーのこの YouTube チャンネルを見てる皆様、この動画を見てよかったなと思ったら、ぜひいいねボタンをプッシュしていただくっていうのを一つお願いいたします。というのと、ですね、お気に入り登録をしていない方はですね、ぜひお気に入りをしてください。で、さらにあれですね、 SDF デラックスの YouTube チャンネルね、ありますね、ありますね、ぜひぜひ解説されたので、はい、明日もぜひね、まだチェックしてない人はしてみてください。はい、で、ネガートはですね、こう時系列に講習会が並んでるといいですよね。それもしっかり伝えていきたいと思います。一視聴者の、意見として貴重な、はい、はい、はい、じゃあいつもの元気な締めなんですけど、今日は3人で締めたいと思います。まずは、はい、それでは、この曲ね、覚えていただいて、いろんなイベントでみんなで踊ってください。はい、そしてまなみちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、この後踊りましょう。はい、ね、はい、それではまた現場でお会いしましょう。バイバイ。